ハロウィンイベントの今年のやつが入ります、うん、はい、であとね、まあ、ちょっと長らくお待たせしてたポームサウンドの方に今6曲追加と。あ、出たポームサウンド、出た出た。そうそう、まあ、まあ、常に6曲増えてるのと、あと一応ハロウィンなんでハロウィン限定曲も1曲入ってるので、まあ、計7曲今回入るのかな。いいですね、うん、まあ、ハロウィンのやつはまあ期間限定なんでね、来月になくなっちゃいますけど、はい、はい、でまあ、ベアハンドの方もね調整が入って、まあ、ベアハンドについてはあれですね、まあ、ユーザーも言ってた通り、多分まあ開発の僕らとユーザー間でちょっと温度差があったよねっていうのを、まあ、ちゃんと再確認をしたので、まあ、結構舵取りをし直しまして、はい、結構ねベアハンドスキル自体は本当素手のみで戦う想定でもともと開発をされていたんですけど、結構ユーザーが素手でかつ、まあ、スキルも使いたいみたいな話を結構していたので、はい、まあ、ちょっとそっちに今寄せる感じで、まあ、あのレベル2のスキルとかももう全部そっちに寄せているので、まあ、まだ開発はしてないんですけど、まあ、来年はそっちの方で寄せて開発していこうかなと今のところ思ってます。はい、はい、であと一応ペットのパーティア開放も一応入る予定ですね、うん、4人枠にとらわれずに今連れていけるよ、まあ、その代わりパーティーの人数に応じて、まあ、ちょっとペットの性能が下がるっていうのがちょっとあるぐらいですね、はい、まあ、でもまあ常に連れていけるので、まあ、ちょこちょこ出してって経験値貯めることもできるので、まあ、前よりは連れて歩きやすくなったのかなと思います。はい、あとは装備のプレビューで、見た目の名前も表示されなりました、うんうん、はい、まあ、要は見た目変えててこの装備の見た目ってなんだっけっていう時に、まあ、これで見れるようになるよっていうところです。はい、はい、はい、まあ、大枠はこんな感じですね。はい、まあ、あとは今着手しているのは、はい、まあ、まあさっきも言ってるけど、まあ、一応ウィザードスキルの方はもう僕らの方ではもう今完成していて、はい、で今ちょっと一部スキルがちょっと見づらくなるっていうのがあったんで今エフェクトの調整をしていて、あとは性能面とか今デバッグをしている最中です。はい、うん、なんでまあ調整が終わったら、まあ、11月ないし12月には出せるんじゃないかなと思いますね。はい、年内にはそうですね。まあ、サブスキルもまあほぼほぼ完成してて、まあ、こっちもまあ今大体デバッグ中かな、うん、でクラッシャーに関しては今モーションができてきたんで、はい、まあ、結構聖剣好きやらなんかワンツーパンチとかいろいろ入ってるんでね、ちょっと面白いのかなと思いますね。そうそう、まあ、まだちょっと、まあ、これ自体は完成はちょっと先なのかなとは思ってはいるので、まあ、12月中にはお披露目はできるかなと思いますけど、実装自体はちょっと来年になるかもしれないですね。はい、はい、あとはあれですね、ユーザーさんから要望もらってた料理バフの残り時間をね、ゲーム中見れるようにしてくれとか、うん、あとあれですね、精錬合成の最中にもチャットの確認とか、まあ、そもそも発言もできるようにしてほしいみたいなのあったんで今それの調整やったりとか、はい、あと倉庫の並び替えとか前ルームの今内壁の方の、結構ネックだった部分がもうなんとか治ったので、まあ、結構現実味にを、まあ、見始めたなってのと、あとペットのポップ位置を指定できるようにしてほしいって話があったんで一応それもついでに入れる予定ですね。はい、はい、はい、であとはなんだっけな、あとはまあ近々サーバーが増えるよっていうのと、お、うん、サーバーが、まあ、海外向けのサーバーですけどね。あ、まあ、まあ、あとはあれですね、まあ、来月のね、まあ、結構早い段階では皆さんが待ってるあれをついにやるよっていう話ですね。お、まあ、ちょっと詳しく言えないのでなんとなくさせてください。お、まあ、勘のいい方は ね、 気づくんじゃないですかね。うん、はい、そうですね、まあ、料理の時間表示はステータスのところに一旦出るようになるよってことですね。はい、ちょっとバカイコで出そうと思ったんですけど、ちょっとバカイコも最近増えてきてるんで、はい、ちょっとそこに足すのもちょっと邪魔だなと思ったので、まあ、ステータス画面の方で今出るように調整してます。はい、はい、あとはまあバフの並び順もまあ逆の順番にするのも今入れようかなと思ってるんでね。はい、はい、な感じかな。楽しみがたまりすぎていいですね。そうですね。はい、まあけど年内もまだまだいろんなねイベント等々あるそうね。スミスはね、スミスレベル4は多分12月いけるかな、もしかするとちょっと1月になっちゃうかもしれないですけど、はい、一応最短12月っすね。うん、はい、レベルキャップ200が12月なんでおそらく、うん、なので、まあ、同時に入れるか、まあ、ちょっとまだ調整が一部甘いところと、まあ、デバッグがちょっとしきれてない部分があるので、もしかしたらちょっと1月になる可能性はありますね。うん、まあ、できれば12月にリリースしたいなと思ってますけどね。以上でございますかね。はい、
はい、というわけでまだまだね、2019年もまだございますから。オットワインのことですかね。あ、そういうことか。あっちは別に準備はしてるんですけど全然先ですね。ちょっと直さなきゃいけないものがいっぱいあるので、結構キャラクリ周りって保存、はい、データの保存とか変えなきゃいけないんでちょっと時間かかってるんですよね。はい、うん、一応、僕らの開発環境では一応オットワインはもうできることは判明していて、ただまだ実装には至ってないって感じですね。うんうん、だから検証は終わってます。はい、はい、もうちょっといろいろやらないというところでございますね。はい、